クリフリー、クリフトン・ファイファー・クリフリー、1978年8月30日イはアメリカ合衆国アーカンソー州ベントン軍出身の元プロ野球選手、投手。左投げ左だ。2000年代後半から2010年代前半の MLB を代表する投手の一人である。短大時代の2、ドラフト20巡目で、 ボルチモアオリオールズに指名されたが契約せず、地元アーカンソー州のアーカンソー大学に進学した。のドラフト4順目、全体105位で、モントリオールエクスポズに指名され契約。まず、マイナーリーグ A 級の2所属した。は、マイナーリーグ A 級ので21試合に登板、うち20先発し、6勝7敗、防御率2.79を記録。は、 マイナーリーグ AA 級のハリスバーグセネターズで15試合に登板し7勝2敗防御率3.23を記録。6月27日にグレーディサイズモア、ブランドン・フィリップス、リー・スティーブンスと共にバートロ・コローンの交換要員としてトレードでクリーブランド・インディアンス移籍。AA 級のアクロン・ラバーダックスに所属し、ほどなくしてトリプル A 級のバッファロー・バイソンズに昇格。 9月15日にメジャーデビューを果たし、6回途中まで投げ、4死球を与えたものの、被安打に、自席点1に抑えるもチームが1点も援護できずに、敗戦投手となった。は6月30日のダブルヘッダー第1戦で、メジャー初登板し、6回2失点、自席点0と高騰したものの、すぐにマイナーリーグ降格となった。その後、8月16日から、 先発ローテーションに入って8試合に登板した。このシーズンは9試合に登板して3勝3敗52.1投球回で、防御率3.61と一定の成果を上げた。マイナーリーグでは主にトリプル A 級、バッファロー・バイソンズで登板し、そこでは11試合で、防御率3.27の好成績を維持した。は、開幕から好調で、5月末では10試合に登板し、5勝。 零敗という成績を残していた。しかし、6月に入ると、月間防御率が5点台にまで落ち、7月と8月は、月間防御率が7点台で、6月以降の23試合で、基本塁打は28本。最終的には、チーム最多タイの14勝でシーズンを終えたが、防御率は5.43で、自身のキャリアで、最低の良し球率4.1という不安定な、 内容だった。かつては、右打者を苦手としていたが、カットファストボールで抑えられるようになった。18勝、リーグ2位5敗、防御率3.79などを記録し、サイヤング賞の投票では4位だった。勝率リーグ1位、783は、球団史上、1951年のボブフェラー、以来であった。 球団トリーは契約延長の交渉をスプリングトレーニング中から進めていたが、交渉がまとまらずに開幕を迎えた。5月に6試合で1勝4敗と調子を崩したが、6月は5試合で4勝と持ち直し、最終的には2005年ほどの数字は残せなかったもののチーム2位の14勝を記録した。 8月にはから3年総額1400万ドル、4年目の2010年は800万ドルの球団オプションで契約延長したスプリングトレーニングで左脇腹を痛め、開幕を故障者リスト入りで迎えた。5月3日にメジャー復帰を果たしたが、請求が悪く、7月16日から7月26日にかけて、球団史上、ウェスフェル以来74年ぶりとなる3試合連続7。 自責点を記録し、7月26日のレッドソックス戦では、地元ファンから容赦ないブーイングを浴び、翌27日にトリプル A 級のバッファローへ降格。復帰戦となった9月2日以降、リリーフとして4試合に登板して、レギュラーシーズンを終えた。チームはプレーオフ進出を果たしたが、リーはロースターから外れた。シーズン終了後にはトレードを噂されるようになったが、 球団はリーが本調子でないことを理解しており、見返りが期待できないため放出する意向はなく残留。先発投手の5番手を争う立場となったスプリングトレーニングでは、速球の請求力と怪我をしないことを重点を置き、レギュラーシーズンを迎えた。開幕から好調でも先発した時点での皮質類率、163は99年ぶりの低い数字で、4月は、 防御率0.965勝0敗で月間最優秀投手に選出された。5月7日にかけて6回の登板すべてで勝利投手となり、6月9日にリーグで最初に10勝に到達した。7月15日のオールスターゲームではアリーグの先発投手を務め、2回を投げ、チッパー・ジョーンズの1安打、無失点に抑えた。シーズン後半も勝ち星を重ね、 8月には5勝0敗を記録し、2回目の月間最優秀投手に選出された。9月1日には両リーグ1番にシーズン20勝に到達し、球団史上1974年のゲイロードペリーの大台に到達。最終的に22勝3敗、防御率2.54。 最多勝と最優秀防御率の2二223.1投球回、リーグ2位などを記録し、ロイ・ハラデー、歴代最多62セーブのフランシス・コロドリゲスらを抑えてサイ・ヤング賞を受賞した。カムバック賞も受賞した。は、自身初の開幕投手を務めた。フィリーズは、ワールドシリーズ連覇に向け、先発投手を補強するため、ロイ・ハラデーの獲得を試みたが、 交換相手で折り合いがつかず交渉は不成立に終わった。その後、リー獲得に向け、ドジャースを上回るトレード要因を提示し、7月29日にベンフランシスコと共にカルロス・カラスコ、ルーマーソン、ジェイソン・ドナルドとの交換トレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。移籍後は、球団史上の以来となる最初の先発登板から50005 5勝を記録。 自身初のポストシーズンでは、ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズでは、第1戦と第5戦に登板し、いずれも勝利投手となったが、チームは敗れて連覇とはならなかった。2009年12月16日に、ロイ・ハラデーをはじめとする4チーム9人の絡むトレードで、シアトル・マリナーズに移籍し、契約最終年を迎えることとなった。 マリナーズは3人のマイナーリーグ選手を交換要員として放出した。は、開幕を腹部の故障で出遅れたものの、前半戦を8勝3敗、内後関東、防御率は2.34と好調だった。2010年7月9日にマークロウと共に交換トレードで、同地区主位のテキサスレンジャーズ移籍。8月6日のオークランドアスレチックス戦で、 メジャー通算百0 0勝目を達成した。また背中の故障に見舞われ失速したが、ホイップは両リーグ1位の1.00を記録。チームのプレーオフ進出に貢献した。タンパベイレーズとの地区シリーズでは2度先発し、それぞれ7回無四球10奪三振1失点、9回11奪三振1失点と好投した。ニューヨークヤンキースとのリーグ優勝決定シリーズでは、第3戦に登板し、 5回死まで、ノーヒットなど、8回13奪三振無失点で、勝利投手になった。しかしワールドシリーズでは、初戦は7失点で5回持たずに降板。最終戦となった第5戦でも6回まで、無失点ながら7回に3点の先制点を許し、敗戦投手となった。シーズンでは12勝9敗、防御率3.18、リーグ6位212.1投球回。 同10位などを記録し、サイヤング賞の投票では7位だった。2010年シーズン終了後、FA 戦線の目玉として挙手が注目されていた。友人の CC、サバシアが在籍する、ニューヨークヤンキースが大型契約で獲得するか、レンジャーズに残留するかと思われていたが、2010年12月15日、フィラデルフィアフィリーズが5年総額1億2000万ドルでの、 獲得を発表した。フィリーズの契約は、ヤンキースやレンジャースと比べても合計契約金や、契約年数も短かったが、本人が契約した理由として、お金より気分よく幸せになれて、ワールドシリーズ優勝の可能性が一番高いチームを選んだと語った。総額ではこのオフで3番目に高額だった、カール・クロフォードの1億4200万ドル、ボストン・レッドソックス。 ジェイソン・ワースの1億2600万ドル、ワシントン・ナショナルズに次ぐ、は17勝、リーグ4位8敗、防御率2.40、リーグ3位232.2等級回、同4位などを記録し、サイヤング賞の投票では、クレートン・カー賞、ロイ・ハラゲに次ぐ3位だった。シーズン6完封はにティム・ベルチャーが、記録、8回して、以来22年ぶりの快挙であり、 以降 MLB で誰も記録したことがない。セントルイスカージナルスとのディビジョンシリーズでは、第2戦で先発したが6回後失点で敗戦投手となり、自身の投板は、その1試合のみでシリーズ敗退となった。自身最後のポストシーズンでの投板となった。4月18日のサンフランシスコジャイアンツ戦では10回、無失点。 102の高騰の末、その後チームが敗れる不運があった。先発投手が延長戦でも続投したのは、MLB ではに、アーロン・ハラングが記録して、以来約5年ぶりのことであった。次に記録したのはあのリッチヒル。5月15日のヒューストン・アストロズ戦、7月18日のロサンゼルス・ドジャース戦では共に8回1失点で、勝利投手になれなかった。 このシーズンは、防御率3.16、リーグ9位211投球回、同7位と安定していたが、勝ち星に恵まれず6勝を9敗に終わった。14勝、リーグ10位8敗、防御率2.87、リーグ6位222.2投球回、同3位などを記録し、サイヤング賞の投票では6位だった。は、ロイ・ハラデーの引退、コール・ハメルズの故障により、 自身5年ぶり2度目の開幕投手を務めた。左肘の故障により13試合の投板に終わった。の、スプリングトレーニングで、前年8月に痛めた左肘の炎症を再発し、レギュラーシーズンを全休し、マイナーリーグで投板することもなかった。オフに、翌年の契約オプションを破棄され自由契約となる。2月に代理人より、現役続行断念が発表された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。